おはようございます田先週から引き続いてということでありますが、はいえー、脳の楽観性シャニムに楽観的に考える、うんえー、そっちの方が命のためにいいというとりあえずなんかこう。 なんか楽観的にとにかく全てを考えてみると。う笑う角には服着たるとも言いますしね。ねそう、そうみたいよ。えー、服が着てから笑ったんじゃダメなんだって。はい、笑っているから服が来るという。うそういうことっていうのがやっぱり人生に本当にあると言いますからね。えー、だら楽観性っていうのも絶対に努力の賜物なんだよ。えー、努力しないと楽観性はキープできないんだよ。はい、えっ えー、さあ、理屈に入りましょう。前頭葉、とりわけ、全体上皮質、ACC。えー、これと変桃体の接続が弱まると、うつになる。うつとは、幸せを感じる感覚の不調のことではなくて、感情がフリーズ、硬直することだ。うん、この辺ちょっと丁寧に、あの、皆さんに説明していきましょうね。うつとは、幸せを感じる能力が、調子が悪い。そういうことではなくて、 感情そのものが硬くなる。ボルテージが下がってしまうというね。はい、で、扁桃体と ACC の接続を励まし強化するためには、楽しいことを想像して、そこの回路を活性化するしかないという。う活性化がやっぱ最近自分でもうまくいってないもん。はい。なんかうまくいくことが当たり前みたいになっちゃって、失敗することの不安の方が広がりやすくなって、 はいあのこないだそんな話をこうしてたら「売れてない時つらかったですか?」って言われて確かにつらかったけどなんかバカなこともやってたよねああ<ー>それはね海援隊でよくやってたんだけど仕事が月に3本とか4本しかないわけだはいで海援隊の3人で俺が持ち出したお芝居だったんだけど 売れっ子ごっこってやろうっていうさ。<laughs> はい。そのゲスト番組一本仕事もらうだろはい。そしたらなんかマネージャーと示し合わせて、この後ちょっと時間がないもんでとか。おー、そういうごっこじゃなそうそうそう。<ー>それで、とりあえずスタジオでなんかこう、ちょっと話、喋りが終わると、ダッシュして飛び出していくという。はい、何も予定はないのに。な,ないのに。うん。<laughs> んで、出た瞬間に、 次の仕事は一週間先にしか待ってないんだけども、<laughs> そこまで走ろうっていう売れっ子ごっこ。はい。それから、一人でやってたバカ遊びで、インタビューってのはよくやってたよね。インタビューなんか売れっ子になって、雑誌の主題の人からインタビューされて、今までの苦労を楽しく語ってるっていう。はあはい。うん。それから、あれも一週女房の仕掛けた芝居かもしれないけど、 紅白に出た次の年、全く仕事がなくなってさ、給料4ヶ月間ないんだ。ああ、えー、もうここダメだなと思って、はい、その事務所を辞めようと決心して、次の事務所に行くまでの間、食いつなぐために女房と二人でスナックでバイトやったんだよ、皿洗いの。 そんんなことがあったんですか原宿の鉄板焼き屋さんだったけど、えー、4000円もらえるんで、えー、で夕方から深夜の1時2時まで皿を洗ってるだけで,で女房妊娠してんのよ<ら>不安だった4月に生まれるって言われた妊娠6か月7か月の女房と仕事が一本もない俺なのよはいそれでみそかの金きき聞いてで4000円もらって 原宿のバイト先から恵比寿まで歩いて帰ったの。はい。で、女房のお腹冷やさないように、も貧乏だったから二人寄り添うしかないのよ。ええー。もう本当に忘れもしないけど、今でも青山学院抜けて、コカ・コーラ・ボトラーズの本社のある坂道があるんだよ。うん、そこに来た時に女房が突然、真っ暗い晦日の闇、ちゅうか、まあ正月になってたけど、登りながら、よく見とこうって言い始めたのよ。 <え>で、何をつったら、ここ、どん底だからって <laughs> <ー>。風景をよく見とこうって、どん底の。はい。で、今度出世した時に、あそこからやり直しましたって、<ー>そんなエピソードにしようって言いながら。なんか涙いや泣くなよ。<laughs> えー、そんなことあったんですかうん。それで女房とその貧乏坂登ったんだよ。<ー>本当だな、つって二人でゲタゲタ笑って。 もうその時は本当にどん底だから。でも笑うしかないみたいな、ね。なも,もう笑うしかないんだよ。<ー>で、間違いなくどん底なんだよ、だって。<ー>何にも仕事が年明けてもな、来ないんだから。あの、はい、予定入ってないんだから。はい。そんでその坂を登ったんだよな。はい。でも、そのお芝居の中から2週間も経たないうちに映画に出ませんかっていう誘いが俺に来たんだよな。あ,うん、あ、ごめんなさい、時間いっぱいになってしまいましたが。 あなたの楽観的な態度が運命を変えるというね。<や>そんな体験を我が身を持って語らせていただいた本日でございました。この次また明日のまねタの上で武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。ターリー・シャーロットという人は、とにかく楽観的に考えるということを自分の習慣にしてしまえ。ね。返答体と、いわゆる、 全体上皮質というその脳の部位、その接続を激しく往復させて強化する。なんかこう楽しいことをパッと思いつくという、そういう脳にしてしまうと本当に素晴らしいことがあなたの人生に起きるんだと。記憶の役割は過去の経験を未来の考えや行動の手引きとして使えるようにすること。つまり思い出を取っとくんではなくて思い出を未来のために 作り直さ、作り直すこと。それが一番大事なんだと。はい、重大なことは過去の否定的な経験をもとに学習し、その学習を未来の良い成果のために作り直すことなのだと。うんね、強く肯定的バイアスで過去を見る。えー、力がつくと未来は少しずつバラ色がかって見えてくるはずなのだという。うん、これはなんか説得力。 ありますわな、はい、このあ「明るい物語」っていいよねええなうんえー、ちょっと本の選び方失敗しちゃったけど、はいえー、短編んか暗いのばっかり集めたやつも買わなきゃよかった <laughs> なんだかねもっと明るいやつ読めよかったえ私最近ちょっと短期なもんですから短期になりましたかちょっと短期になりましたちょっと老人性の悪い癖が出てる <laughs> かもしれ <laughs> いえいえいろんな感想があると思います。んかこう楽観的に火をつけるてくれるような<ー>そんな番組を見ますとカッと私は「脳はいつも楽観を準備している」例えば脳の奥にあるお浄化は頭痛で悩む時面白いですねこれね。 腰痛の辛かった時を思い出して重ねると、楽観がピッ、パッと前に出てくるて。痛<ー>い痛なーと思った瞬間に、これより昔もっと痛い目にあったなと思うと、引かれちゃうんだって痛みが。はい、そういうことって本当にあるというね。はいはい、ええー。こういうな 面白いですね。で、この、えー、全、えー、全頭葉全体上皮質は、例えば事故によって身体の一部が不自由になった人、若い頃はオリンピックで、えー、さえ目立せてた素晴らしい能力を持ちながら、事故で、えー、まあその、車椅子の生活のようになった方でも、赤々と燃えてる脳の部位だそうであります。人間というのは、絶対に絶望はしない,い。はい えー、人間は絶望に遭遇すると、脳は全てを動員して、楽観的になるように、うその人の向きを変えるんです、ね。<ー>だから、本当に落ち込んだ後、ふっとしたことで笑い始めるってあるでしょうはい、あの、マジあるよね。笑っちゃうしかないす。そうそうそう、泣きながら。ええー。泣きなあり,まあります、ります。うん、なんか、はい、学生代あったよな。 もうあがいてもあがいても女の子にモテなくてね。もう振られて泣いて。またその振られたやつが俺のところ寄ってきて、ぐじ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 女への未練を話してるうちに、なんか突然切れるやつがいて、もうやめよう昔俺だ女の話ばするとは俺たちは一生どてたいとかっていうと俺がなんかつまんない冗談で、そうたい甘草四郎のこと 金のクルスバ首にかけて死のうやとかって言うと、その甘草死ろうっていうのがおかしいっつって、<laughs> 急に笑い出したら、なんか三人で泣きながら笑ったっていうね。<laughs> はい。はい。だなんか、そ、そういうふうにこう、人間は絶望するけども、ずっとその絶望の底にはい、い、いないというね。うん,うん。様々な暗い未来予想、これいっぱいありますな。 昨年もありましたんですな。はい。あの、あったでしょう、う<ー>直下型地震が起きたら、ああ<ー>、ね、急に二、ね、2>, 2万人、二万人死にますよっていう。30年以内に絶対起きます。ね、起きますね。まあ、準備するに、ね、あの、覚悟するに越したことはないですけれども、うん、なんか急に言い始めましたよね。えー、これまあ、とにかく未来予測は今、全部科学的には暗いんでございます。はい。えー、地震、津波、経済不況、事故。え。 えー、まあ、その、様々な重大なプラントの事故が日本には予測されているわけですな。原発事故も含めまして。で、え私、ー、あ、これ自分で書いてますね。私のドッグの検診にもいくつも暗い経過観察という黄色信号、暗い予測があると。はい、えあ、そう、あ、これ自分のこと書いてんだ。ごめんなさい。<laughs> 昔書いたんで。あら <laughs> 時間がなくなっちゃいました。<laughs> うはい。期待中と急に判断。<laughs> 自分の方に向いてきた、あの番組の流れに自分で驚いておりますが、ちょっと昔用意した原稿なもんですから、何を書いたか忘れておったんでありますが、はい、ちょっと、私に向かってくる暗い未来予測に対して私はどうするかというのを、明日お話しすることになると思います。<laughs> この次また明日の話題歌の上で。武田也今朝の三枚下ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。え、タリー・シャーロット博士によりますのは楽観的に考えるという、えー、その本をテキストに話しようというね。昨日ちょっと、私の話がポッと出てきてるんでありますな。はい、えー、私の未来も皆さん暗いんでございますね。日本の未来同然にね。未来予測っていうのはもう全部暗いですな、日本はね。 えー、とにかく暗い未来予測、地震、津波、経済不況え、事故。日本には暗い未来予測がたくさんございます。いろんなところ。ね。で、ここからいきなりプライベートですが、私のドッグ検診も、まあ、はっきり言っていくつもその、経過観察という黄色信号という暗い未来予測が、うん、もう病院の先生も必死になって病気の元を見つけて、えー、くださいます。ね。そして私は、ちょっと何回も出てきますが、 私去年の10月秋口すーげえちょっと鬱っぽくなりまして眠れなくてなかな、はい、さんにも珍しく弱音を吐いたりか眠れないとおっしゃってましたよねうんこのきっかけになったのが、ま、た素晴らしいことで奥さんでござんして、はい、奥さんから本読めって。 3枚下ろして話したらとかって言われた本であるお医者さんが書いた本で薬は毒だっていう,うそういう本だったんでございますがそれ読んでるうちにだん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 不安になりましてですね、はい、私の飲んでる薬が全部引っかかって全部毒だって書いてあるような本だったもんでございますから、はい、ほうでなんと30日間皆さん不眠と頻尿頻尿ではございません頻尿誰もそんなこと言ってない,いですよんか響きが響きが似てるから思わず言っちゃうんだよ <laughs> 貧乳じゃなくて貧乳はい、はい えー、それにこう自分のこうリスキーな面とこう真正面に向かい合いますとさすがにへこんじゃって<え>ちょっとやっぱどうしようもなかったもんですから受診したんです睡眠障害という、はい、そこ行ってまる先生ですないい先生に出会いましてこの医師の一言で助けられたという、はい、この睡眠障害の先生は私に向かって何と言ったかというと私は「 えっと、短時間しか眠れないという睡眠障害だと思って受けたんでありますか医師からはっきり言われたのはいや、ちょっと悪いけど睡眠障害には入りませんとで今、お宅のアンケートを読んでるんですが大体アンケートで100問お聞きして当てはまる条項が70から80点取ってもらわないといけないのにあなたは10点ぐらいしかないと。少しいいですねうん これでは睡眠障害と言えないんですよ。ええ、もっとひどくなってもらわないと、こっちとしても手の打ちようがありませんという。で、このお医者さんが話してるうちにおっしゃった一言でございますが、とりあえず武田さん、健康は後回しにして、酒飲みますかっていうのがね、うん、ありました。これは本当に助けられたあの一言であります。で、この先生がおっしゃった、 お薬を飲むのが不安と言いますが、薬ってそんなに効くもんじゃありませんよって言われて。うん。うん。薬の効き目ってのは大体30%ぐらい。あとの70%は自分の力ですよっていう。はい、なんかあんまりこう振り回されるのよくないんじゃないんですかっていう。これでね、その夜から眠れるんですから。ほんと、ちょっとしたきっかけなんですね。うん。 そのの時は10月だったからねね、えー、今年の仕事、ね、いろいろまあ大きい仕事小さい仕事あるんですがその仕事も不安でとかって言ったらだったらその仕事をやってから悩みませんかんって<ー>やる前に悩むっていうのはわけわかんないですよとかって言われておっしゃる通りですおっしゃる通りですよね、はい、や,らやってもいない仕事を何ヶ月か前から心配したところで何にも物事はというね、はい こんなことがこの年になってわかるわけですから人間というのはなんかね。さあ、本編の方に戻りましょう。ターリー・シャーロット博士の説でございますが,が、癌を患った238人の患者さんを追跡した、60歳未満で悲観的バイアスの患者さん、なんだかこう、え悪い方に悪い方に考えてしまうという患者さんは、えなんと、 楽観的な患者さんよりも死亡率がものすごく高いというそれも統計で出、えー、てできるんですか、えー、はあだからやっぱりその逆の言い方になりますが余命、うん、何ヶ月ですとかっていうのは逆になんか聞かない方がいいといううん,うん、えー、やっぱり人間にとって楽観的に考えるというのは生きる力を励ますというあの 内田先生の「修行論」一回やったことあったよねはい俺内田先生のあの言葉で一番驚いたのはいやそれはずっと大事にね持ってる言葉なんだけど内田先生が修行論の中で人間は時として自分というものが自分の生き方に最も邪魔になる時があるっていううん,うんそのこと 俺胸に響いてね、はいうん、人間にとって一番大事なのは自分よりも生きる力だっていう。う自分をすっとば、二番目に回しても生きる力さえあれば、その力にエネルギーがありさえすれば人間は持つっていう。うちょっとこの不思議な言い回しが。はい、ああ、ごめんなさい。時間いっぱいになってしまいました。この次また明日のまな板の上で。 おおははよよううごござざいいまますすすす田哲也でで水谷香菜です「脳は楽観的に考える」「ターリー・シャーロット博士」の5本、えー、それをテキストにお送りしているわけでありますが、はい、まあ、あのー、先週前の週に申し上げたんですけどもオリンピックで金メダルを取ると宣言した選手の90%が本当に何らかのメダルを取る宣言しなかった選手は絶対取らないという。はい、だから最近よく あの、あれですね。子供の頃の作文が。はい。個人のプロフィールを紹介するときに、はい。スポーツ選手でもそうですよね。そうです。はい、本田圭介。はい。すっごい友達。全部当たってる。もうその通りになってるわけですからね。だって、つける番号まで。小学校だよな。小学,な小学校の何年生かだよ。はい。言い当てるわけでしょ。うん、ねえ。あとは、あれだけだね。彼が、小学校の時に予言した自分の、 未来に対する予測で実現してないのは、ブラジルに勝つだけが実現してないんだってね。<ー><ー>うん。それから、野球の松井なんかもそうじゃないですか。はい。あの不思議な子だったみたいですね。あそうですか。うん。松井という人はね、うん、まあ、ゴジラと呼ばれたニックネームのね、夢をはせていたのはやっぱりメジャーリーグ。なんかそういうのがちゃんとあるそうですよ。はい。うん。 本田圭介ってのは本当に驚くよね。うん、きちんとしたビジョン、幻影を子供の時から持ってるっていうことがいかに素晴らしいすごい才能になるかというのはもう、これは。 証明してるわけでありますよね哲也さんだって、売れてるごっこをさそうそうれてたわけですし、はあ、でも今もう忙し、お忙しく動かれてるわけで、当たってるか、その通りになったってことですよね俺の場合はね、一番最初のねその楽観的はね、坂本龍馬ですよね。はあはあ はい、暗い劣等生だった私が初めて陽気になったのは坂本って明るいなと思った時にねあのこう小説を読んでね、えー、で申し訳ないやっぱ坂本龍馬って生きる力になりましたよね、はい、い今でも燃えておりますけども、はい、坂本の火が燃えておりますけどもなんかやっぱり楽観的っていうのはやっぱ人間をねなんかこうやっぱ前進させるような気が。 うん、さあ、えー、エピローグであります、締めくくりで著者はこんな風に書いております。これは、ーターリー・シャーロット博士の説でございますが、脳は階層構造、一回、二回、三回みたいな階層構造を持っている組織であると。最上階が前頭葉。この見晴らしのいい前頭葉というところから、こまあ、未来を考えるというようなことができる。で、下に行くほど進化上の古い組織がある。ね、脳の地下。 ビルで言えば駐車場、倉庫、温度管理、ボイラー室などが地下に用意してやる。感情処理の返答体、記憶の重要度ごとに、えー、分ける海馬、刺激や価値を表現する面状体。これが地下の組織なんでありますね。で、人の出入りと同じように出来事は一回受付が入ってくる。ね。一回、 受付から、こう、お客さんが、情報が入ってくるんですが、それを、地下の古い階層が感知して、扉が開くんですな。はい、で、扉が開くと同時に、その地下の方から最上階の前頭葉の方に、お客が来ましたぜ、と。そういう知らせが入ると。ね。で、えー、その最上階の前頭葉で、その未来の予測を立てるんだ。 お客さんがエレベーターで上がってくるその間に、はいで、その時に入ってきた情報というお客様を本当にこうなんか肯定的な感情とおもてなし、おもてなしっていう温かい感情で情報を最上階に送ると未来がバッと開けてくるっていう。うだからなんかこうなんか悪い方に 考えるっていう癖がついてしまうと、人間ってもう警戒態勢に入って、はい、そういうふうに見えてしまうという。どんどんこう悪い方にはまっていきますからね。でも考え方って絶対そうだよね。渦巻きと同じように、うん、悪い方に考え始めると、全部悪い方へ悪い方へ行ってしまうよね。はい。そう、あと悪い方に考えると、悪い方に考えてる人たちばっかり集まってきちゃうんですよ。<は>なんか呼んじゃうっていうか、はい あ,ありますよね本当にあ。あの、皆さん方、これ、私も結構長生き、長生きっていうか、生きてきた人間ですが、言いますけど。本当そうですね。だから、どっかで一つ自分で。その、明るいこと考えとかないと、はい、本当に暗い人って。すぐ集まってきますね。そうですね。なんででしょうかね、あれね。いや、やっぱね、<laughs> なんか、そうなるんだわ。はい。うん。 雰囲気っていうのはさ、なんか、決定的なものがあって。<laughs> うん。まあただそれだけのことなんですけどね。<laughs> えー、ちょっと上手いまとめにはなりませんでしたが、上手なまとめは明日したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。<noise> 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷かなです。例えばです、例えば、札幌への旅。この時期。はい。これは、やっぱり、 リスキーなんですな、ね。雪が降るからですかそうです。はい。だって、これ、札幌への旅ってすっごい不思議だと思わないこの時期ね、去年の4月、12月とか1月、あの、1月このあたりで、その北海道札幌へ旅をすると言えば、目当ては雪なんだよね。うん、雪祭りなどもありますそね。そう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 。はい、ねだから、 雪が降っていない北海道なんて期待を裏切ることだろう。うこの時期はね。ところが人間って楽観的で、はい、飛行機が離着陸するときだけは雪を降らないでくれって願いながら旅立つわけじゃない。はい。えー、だから、はい、この時期に北海道旅行したいという人はみんな楽観的な人なんだよ。<laughs> <laughs> でないと、行かないと思わない まあ、吹雪だけは飛行機乗るとき吹雪にはならないだろうみたいなことはありますかね。八九8、9月の沖縄旅行と、<ー>12月、1、2月のさあの、北海道旅行っていうのは、楽観的な人が支えてる観光業だよな。<laughs> そういう人たちがいるから、北と南の大地と島は。 経済が回ってるわけじゃんまた一か八かみたいな感じそうそう <laughs>。あの、もう、羽田に着いた段階から、ほら、不吉な予感があるわけじゃない。現地で猛吹雪が収まらなかった場合、強風が収まらなかった場合は、そのまま引き返す可能性もありますとか、え、近くの青森空港に降りますとか、<え>あのえ、飛行機が降りるかもしれませんよとかって、不吉なことばっかり言うわけじゃない。はい。でも、 それを言ってる限りは絶対降りるって言うやつっているよね。うん、うん。飛ばせた以上は飛行機会社もバカじゃねえから降りるはずだとかって言うんだけど、結局は天気頼み。うん、この時に最も大事なのは、雪がすごく降って引き返すこともあるだろうけども、それを時間の無駄とか、引き返すイライラとか、 時観的なことを想像してしまう人もいる一方で、同じ情報を聞いても、うまく飛行機が降りて、その舞い散る雪の中で、楽しく時を過ごす自分を想像できる楽観的な人がいる。はい。どっちが北海道あるい、な、まあ札幌のためになるかというね。 はい。もうわかるよな。楽観的な方が。楽観的な方が、やっぱり北海道とか札幌を豊かにする素晴らしい人なんですよね。はい、はい。これ、一個とってもわかる通り、地球上の生物の中で、人間はなぜこれほど楽観的なバイアスで、こう、物を見、そのバイアスを進化させたのか。これはやっぱり、 陰気な猿は猿のまま。楽観的な猿のみが人間になったという。それは、生存の確率が高まるんですよ。うん、あの、楽観的な方が。明日死ぬかもしんねえっていうよりも、明日はまず死なねえなって思った、そっちの方が生命力が。 強くなるんですよ。はい、もちろん人間が持っている楽観的な考え方が大きな事故とかですね、国際的な紛争を引き起こして犠牲者を出すこともあるでしょう。しかし、脳は絶対に現実について歪んだ、つまり楽観的な見方を捨てません。思えば楽観的でなければ私たちはアフリカの東部の草原の猿のままだった。うん、その一部の猿が、よし 遠くへ行ってみっぺかって言いながら、アフリカから歩き出した慣れの果ての猿が、今、こうやって2匹向かい合って喋り合ってるわけですから <laughs> 思えば遠くへ来たもんだ。<laughs> 思えば遠くへ来たもんだ。ね。ここですよ。えー、このターリー・シャードットさんは、うまいことをおっしゃっておりますな。楽観的バイアス、楽観的に物事を考えてしまうという人間。これは脳の中に内蔵された1本の赤ワインだと。はい。1>, 1本丸ごと飲めば、脳は悪酔いします。 しかし毎晩グラス一杯ずつだったら寿命を延ばし明日への元気を授けてくれるでも一本飲んじゃうんだよ、ね、<laughs> <laughs> お番組がそれじゃうまくしまらないだろ <laughs> すいません <laughs>、えー、不思議な言葉遣いでありますけどもこの人間のお楽観的な脳を称える言葉で不思議な言葉が日本にありますこれ外国にもあるんですが適当 適当にやっとけや。ええ。よく言いますよね。うん。だけど、本来の意味は適当ですから。うん。その、正しくピタリとやれという意味ですよね。ああ<ー>。そうですよ。いい加減って意味じゃないですからね。いい加減だってそうじゃない。良い加減なんだから。そうか。うん。うお風呂はどうですかいやーいい加減ねっていうわけだから。そうです、ね、お風呂の中ではいい加減っていうのはいい加減のことなんです。この辺も、なんかその言葉の中に、楽観的に物事を考えていこうっていう。 励ましがあるような気がするんでございますな。はい。はい。えー、というわけでございまして、えー、脳は楽観的に考えるというね、え信念にふさわしいかなと思いましてですね、今年も楽しくやりましょうというので取り上げた、ネタでございまして、来週はまた違うネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で